噂の目黒蓮と今田美桜、交際の可能性は、思わずメガテン、三田モニカの勝手に占っていいですか？今回占うのは、スノーマンの目黒蓮さんと、今田美桜さんの二人です。共演したテレビドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系の映画版でもこの二人は共演するのか、と話題になっていますよね。そんな二人ですが、本当のところ、お互いにどう思っているのか知りたいところ。また、これからどんな関係になるのか、交際がスタートする可能性はどれくらいあるのかについても答えが欲しいと思っているファンは大勢いると思います。こうした疑問の答えは、二人の相性をもとに詳しく占うことで見えてくるでしょう。今回使用するのも、ホロスコープのダブルチャート。二人のホロスコープを出し、組み合わせることによって相性などを見る戦法です。ホロスコープというのは、西洋占星術に欠かせない星の配置図のこと。その人が生まれた瞬間に、どの星がどの場所に位置していたかを見ます。それを分析することにより、その人の性格や人生、儀式、好み、価値観、才能、恋愛、仕事等、詳細がわかるとされているのです。